ご通ニュースでございます、えー、イーサリアムが ETF 取引米で上場ということで、まあこの前ね、リップルがこの裁判、SEC の裁判を終えて、まあ終えてっていうかまだ途中なんですけどもね、えー、まあこれは金融商品じゃないよということで、まあ事なきを得た。そこで値上がりをしたわけですけども、今回イーサリアムの ETF が取引開始米で上場ということでね、 初日の売上高が10億ドル超ということでかなりの値段がついたんですけどもただ残念ながらねこれがじゃあそのままイーサリアムの価格がぐんぐんと60万70万と上がるところに反映されたかっていうとそうでもないんですよね値段がつけば当然そこに売りってものが発生しますんで売ってる人が多ければ上場したからこそ値段が下がるってこともありますそれではコインゲッコの方を見てみましょうどんな時でも見るところは一緒です コインゲッコの上場したコイン14,936かなり増えましたねここ1週間で20個ぐらい新たに上場してますでも話題になってないでしょ特にインフルエンサーさんが新しい暗号通貨が上場しますよ ICO ですよっていうふうにやってないと思うんですよでも上場して値段がついたものってのはこの20個の中で結構あるんですよ、まあ、私はそういうのもう今更言わないですけどもね でも本来ならインフルエンサーさんがもう毎日のように上場するコインの中でチャンスのあるコインを進めるはずなんですよ。でもよくわかんないコインを進めてこれが絶対ダメなことを言うでしょ。そうじゃないってことが皆さんのところに伝われば幸いでございます。さあ、それでね、取引所の数は1158とそんなに爆発的に増えてはいないんですけどもそれはコインの上場基準よりも取引所の上場基準の方が厳しいってことが ここで言えるんじゃないかなと思いますえそしてビットコインのドミネーションが52%超えましたでかいですねそれはイーサリアムのドミネーションが下がったからと言いえますイーサリアムは17%ぐらいあっても妥当なんですけども今16%切った状態です、まあ、これっていうのはどちらかというとねイーサリアムのドミネーションが下がったんでビットコインが相対的に上がったって見方をした方がよろしいかと思いますなんでそう言えるかっていうと毎日この辺りをしっかり見てるからこのバランスが 見えてくるわけなんですよね、えー。時価総額なんですけども、今ね、三百六十兆です、三百六十八兆。だから、私が低水準と言っている三百七十兆を割ってしまったんですよね。だから、全体的に非常に厳しい状態になってますけども、それは。ビットコインが値下がりをしたのに加えて、イーサリアムが今回の上場によってですね。なぜか値段が暴落したからっていうダブルパンチが来たんじゃないかなと思いますね。じゃあ、値段を見てみましょう。ビットコイン一千万円を切りまして。 ちょっとね、残念な価格になってます。で、イーサリアムも55万とか56万のあたりから随分と値段下げて、50万を切った状態ですね。もう大暴落と言ってもいいでしょう。この2つが暗号通貨のマーケット全体を押し下げてますんで、他の通貨にはね、そこまで大きな、あ倉庫が出てないと思います。例えばリップルなんてのはほとんど値段変わってません。逆に上がったぐらいです。見てください。こういう風になってますよね。えー、それから、体のなんですけども、これは残念ながら値段下がってますね。うんで、さらに、 えー、柴犬ちゃんなんですけどもこれも下がってますけどもまあ0.0014円以下で皆さんご購入されてると思いますんでそこまで痛手はこ被ってないのかなと思いますねいまだに、まあ、折り掛けって言ってね買った金額の倍の値段がついてるってことなんで安定の柴犬通貨ということになりますで一つ言えることとしたら昨日からランクが1個下がったかなっていうことぐらいですねランクが下がったことがね悲しいのではなくて何のランクが上がったのかなってところにここに目を、ね、向けると いいいいんじゃないかなかと思いますおそらくね私の薄い記憶だとこのラップされたビットコインっていうのがねあの繰り上がってきたんじゃないかなって気がしますけどもちょっとはっきり分かりません、はいまあ、今回は以上でございます